はるなママとあそぼ。a.harunaチャンネルわんわんミルクもよろしくね。今日は子供が食べたお菓子の袋やお菓子の袋やカードの袋でテリアで買った缶バッチキットを使ってバッチを作っていきたいと思います。こんな感じでお菓子の袋やお菓子の袋やカードの袋でバッチを作りました。ぜひ子どもたちと作ってみてください。おしまい。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、グッドボタンよろしくね。他の動画も見てね。ツイッター、インスタグラム、a.harunaチャンネルも見てね。バイバイ。